私を新たなる国王と知っての狼藉か。冗談は髪型だけにしなさいよ。あんたまだ国王になったわけじゃないでしょ。ならん。デュナン公爵閣下ですね。私たちは遊撃士協会の者です。クローディア殿下の依頼で女王陛下の救出に来ました。おとなしくそこを通してくれるとこちらも助かるんですけど。クローディアだと。あの小娘、余計なことをしよって。デュナン王子様、もう終わりにしてください。おじ様はリシャール大佐に利用されていただけなんです。なんだそなた。おお。クローディアではないか。なんだその髪は、その格好は。やっと気づいたのか。こりゃルーアンで会った時も気づいてなかったわけだわ。よくわからないけど随分と抜けた人みたいね。あの、黙っていた私が悪かったんだと思います。この私をよくもたばかってくれたな。これだから女という生き物は信用がおけんのだ。コズル君、強力で些細なことですぐ目くじらを立てて、そんなくだらぬ連中にお顔を渡してなるものか。閣下、今のはまずいのでは。謝った方がいいかと。くだらない連中か。いやはや見直したわ。このご時世に大した度胸のある発言ね。ごめんなさいおじさま、今のはちょっと弁護できそうにありません。
と上がりっと。さーて、お次は公爵さんの番かしら。女ごときが振るう無知の味、味わってもらおうかしらね。ヨルナ、寄らないでくれ。あの、そのあたりで許してあげては。こうなったら陛下を盾にするしか。ママよ。あっちゃん、ちょっと脅しすぎたかも。まあ邪魔したのは事実だし、いい薬になったんじゃない。そうな事故だと思います。でも気絶したおじさまをこのままにしておくわけにも。公爵閣下。あ、フィリップさん。エステル様、それにクロディア殿下、この度は我が主が迷惑をおかけして申し訳ありません。全ては閣下をお育てした私の不徳のいたすとこ。どうかこれ以上の罰は私めにお与えくだされ。ちょっと待ってよ。フィリップさん、どうか頭をお上げください。私たちはおばあ様を、陛下をお助けしに来ただけです。もとよりおじさまに何もするつもりはありません。どうか私の部屋でおじさまの手当てをしてあげてください。殿下。実際大した傷はないわ。ぶつかったショックで気絶してるだけだから大丈夫。皆様、本当にありがとうございます。このご恩決して忘れませんぞ。殿下、皆様、ご慈悲を賜り本当にありがとうございます。どもどもこのご恩決して忘れませんぞ。